皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もイフトボール2023今シーズンシーズン0のエピック予想をやっていきましょう。さあシーズン6始まるかと思いきやシーズン0イフト2024のね、準備期間に入ってしまいました。まあいいんですけどね。さあそちらのね、シーズン0こちらに登場するエピックの予想をしていきたいと思います。まあ簡単ですね、結構もう誰でもできそう。ちょっと話脱線するんですけど、来シーズン、いやもう2023-2024シーズン、ニューキット、新しいユニフォームがこの5クラブだけ反映されたっぽいですね。お、素晴らしい。もう新シーズンもね、新たな体験できますので、まあこのベースチームにすればね、ユニフォーム設定ができるようになっております。ぜひやってみてください。さあシーズン0の期間なんですけど、ここにも書いている通り8月3日、まあ昨日から8月28日月曜までなんですよね。ここで大規模メンテになって、確か記載が8月から9月にかけての大規模メンテって書いてるなんで、8月31日木曜日じゃ終わんないんじゃないかな。9月まで入って1週間近くやるとか、そこまでのね気合が入ってんじゃなかったりするんじゃないですかね。っていうのも今後のイベント配信予定、まあ、31日の記載がないんですよね。これわざとなのか8月くくりで普通は出してるはずだと思うんですけど、シーズン切り替わるから出してないとかじゃないと思うんですけど、どうなんでしょうね。はい、今回のエピックなんですけども、ログインボーナスとして、1回目にねエピックのガチャ券がね配布されることが決まっていますので、まあ、今週もありましたよね、それが来週と再来週もあるよという話になりますので、まあ、どういうエピックが来るかっていうのはちょっと大事って感じですよね。で各期間、このイベント期間見ると全て8月24日で終わる記載なんですよね、まあ、20のものもありますけど、あ28もありましたね。まあ、8月24日からのガチャは基本ないんじゃないかなという話ですかね。まあ、24日から28、大規模メンテに入るのは月曜日、まあ、数日間しかねガチャが出せないから8月24日はガチャはないんでしょうかね。どうなんでしょう。はい、ヒントをね、照らし合わせればもうほとんど答えが出てくるよということで、今後のイベント配信予定、木曜日は3日、10日、17日、24日となります。さあ今週イングランドイベントだったんですけど、ここはナショナルチームオランダが来ましたね、スペイン、イタリアと続いていきます。スペシャル選手リスト配信予定見るとサビオラ、カカ、あとリバウド、フィリッポ、インザーキ、こちらの記載があるということで、もうほぼ答えですこれは、つまり来週8月10日はスペインイベントということはバルセロナ。はい、まずはビッグタイム枠としては、来週はリバウドが来るということになります。リバウドはエピック初？レジェンダリーは来てた記憶ありますけど、エピックの記憶がございませんね。さあ初めてなんでしょうか。またナンバー10だったかな、覚えてないですけど。そしてサビオラも告知されました。いやサビオラは強いと思うんだよね。バラナ、ラインブレーカー、弱いはずがないもんね。狙いたいんだけど他2人がちょっと地味なんだよね。そしてトレーラーにもね出ていました、もう1人はクライファート、そういうことになりそうなので、かなり攻撃的な、バルサ3名という形になりそうです。はい、その次がイタリアイベントということで、まあ、告知されていたインザーギ、カカ、その名前があったんでビッグタイムがインザーギ、そしてカカのエピック、そしてもう一人は、まあ、シンプルカフーという感じでしょうね。うん、なので、まあ、この2つはね、来ること固いので、まあ、どっちを引くのかっていうのはね判断してみてください。いやむずいねこれ。全体的な豪華さだったらミランですけどね。いや新規として気になるのはサビオラなんですね、私個人としては。まあ、カカも欲しいんですけどね。うん、サビオラかなって感じがしてます。さあ皆さんどっち引きますか。はい、そして8月24日木曜日、まあ、28からね大規模メンテに入ると思われますので、期間が短いことからガチャが出ない可能性もあるんですけど、イフト2022から2023のタイミングではガチャが来てなかったんで何とも言えないですね。まあイベントは来ていたんで、チャレンジイベントとかそういう系のイベントは、やってくると思うし、一応ワールドワイドの、イベントは告知されてるんで、まあ、ワンチャンバイエルン説もありますけどね。まあ実はバイエルンのデータ一番ね、データ数抱えてますし、来てもおかしくないとは思うんですけどね。はい、これでね、でバイエルンが来るのか分かりませんけど、まあとりあえずバイエルンが来るとして、まあ引くところはね、まあ、今週含めて4つ、まあどれ引くのか悩んでみてください。私は多分バルサ引きます。超サビオラが気になるんで。はい、この辺もね、しっかり押さえておきたいんですけど、まあ予想は簡単なんで、まあほとんど、まあこれから数週判明してるみたいなものなんで、本当コインの使いどころはね、かなり明確になるんじゃないですかね。まあハイライトガチャがね、結構来ると思うし、まあ習慣の復刻どうでしょうね。
週刊の復刻で思い出しましたけど 6.5 億ダウンロードキャンペーンのところのツアーイベントに、週刊 FP の記載があります。で、今週復刻が来なかったんですけど、これ新規が来るんですかね。今週がハイライトで、来週もおそらく違うガチャのハイライトガチャ券が配布されて、17日が週刊 FP、 もう新規で出してくるという意味の、週刊 FP なら、リーグ戦が多分始まるところは始まるんじゃないですかね、そろそろ。ってことで、新規の週刊 FP なのか、それともなぜか最後だけ復刻を出すのか、その辺がね分かりませんけど、まあ、来るとすれば、先週投稿したこの8月3日って書いてますけど、これになるんじゃないかなという感じです。まあ、それぞれのね、動画作ってますので確認してみてください。まだね来るとは分かんないですね。もしかしたら新規かもしれませんけど、あ、そうだ、週刊 FP のね、予想も間もなく、予想動画撮るわけですが、サムネの選手画像をね、作っていただける方を募集しております。今までお願いしていた方がちょっと無理そうみたいなので、ぜひね、興味あるよという方は Twitter の DM へお越しください。まあ、大体毎週5人ぐらい、作っていただく感じになりそう。使い方はまあこんな感じです。はい、ということで、まあ、シーズン0なのでシーズンブレイクかと思いましたけど、まあイベントはね、それぞれやってくるっぽいんで、あと試合数ねこなすと300コイン、もらえるみたいですし、まあ、それぞれのねイベントをこなすとアイテムももらえるんで、ぜひいろいろ回収に励んでみてはいかがでしょうか。ということで、こちらのチャンネル、ユフットボール情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録お願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。